元気ですよ。こんばんは。はい、ということで無事メンバーもね、コロナを終えて、コロナを終えてったらか、復帰もして、すごいいいお知らせがいっぱいです。17日に新宿公演も決まって、やっとみんなに会えるのかなと思います。2回公演です。嬉しい。まあ安全とは言えませんがね、とりあえず17以降もちょっと出ると思うので、また発表があるまでちょっとお待ちください。何公演かはお楽しみにしていてもらって、はい、お願いします。ちょっとやることがいっぱいになってしまってあれなので、今日はちょっとショールームの時間が早いんですけど、もう明日が思ったより早起きで、ちょっと今早めにしとこうかなっていう感じです。でも B 公演はずっと出てるので、まあ振り起こしはしなくてもいけるんですけど、ちょっといろいろやることが増えてしまったので、まあ、みんなに会えることをね、楽しみに頑張りたいと思います。お昼に起きて寝る、寝たの遅かったんだよね、実は実は遅くて、日の出前に起きないと思う。日の出してるんじゃない？日の出だって5時くらいにするでしょ。明日は収録、まあ収録、そうまだ言えないですが普通にお仕事です。で13日も仕事でって感じなので、着々とお仕事があって嬉しいや限りです。私は、私だって今日明るくなってから寝たもん、5時半とか遅かったです。増えました、ありがたいことです。わー怖い早起きだから。でも今日ちょっと眠たいの、今でも眠たいから、今このお風呂入って、ご飯食べてお風呂入ってか分かんないけど、ご飯食べてお風呂入ってもうすぐ寝れるかなと思って、昼寝とかしようと思ったんです。夕方とか今ね寝ようと思ったんだけど、やめました。そうだからちょっと早めに今日はちょっとだけ自分に何のご褒美だよって感じだけど、なんかいつもね肌スキンケア化粧水とかを、まあ、そこまで高いのを買ったことがなかったんですよ。
自分に。だから今回ちょっと買ってみました、お高いの。実は買ってみました。まあなんかそろそろ肌にも気使ってみようかなと思って2つで7000いくつかけまして買ってみました。まあ安いのでも全然いいんだろうけど、ちょっと一回買ってみようかなと思って。なんかもうどうしてもなんか肌の赤みが気になっちゃって、もうコンプレックスって言ったらいいのかな。化粧してるしマスクしてるし、まあ大丈夫なんだけど、それだからこそなんか肌が荒れてしまうなと思って、マスクして化粧して、だからちょっと買ってみようと思って買ってみました。大事に使います。まあそう、気にしなくていいよって言われるけど、ちょっと気になってしまうので買ってみました。今日で年齢書いたら、そのアンケートっていうか問診票みたいな書いたら、20歳ですかみたいな、びっくりしましたって。まだ使ってない、今日のお風呂上がりから使ってみようかなって思って、ちょっとだけね、まあ、今回だけかもしれないし、1回だけでもちょっと使ってみようと思って買ってみました。高かった。けどきっと買って後悔はしないものだと思うので大事に使います。うん、でもやっぱなんかね、そのお話ししてたの、そのお店の人と、まあ、私自分の肌がどういう肌かも分かんなくてって言って、で乾燥肌なのか なんですかねっていう話とかもしてて、であと肌の赤みも気になっちゃって、で、まあ、ちょっとマスク外したらなんかプツプツができてるって言われて、なんか炎症、もうそんな大きいことじゃないけど、ちょっとさらっと炎症を起こしてますねみたいな言われて、でまあいや一応敏感肌よ、なんか敏感肌よっていうのが今日学んだことなんだけど、敏感肌よっていうのは、そうなんか敏感肌よは普通の肌に戻すことなんだって。ちょっと荒れてる状態から普通の肌に戻すことを敏感肌よっていうらしくて、そうなんだと思って。で、私はちょっと。皮膚が薄いっていうのもあったので、とりあえず普通の状態、もう毛穴をなくすっていう状態にしてみましょうっていう風になって、これを勧めてくださって、なんだって。あとは洗顔とかメイク落としとかも本当に優しくやってっていかないといけないらしい。でなんかもう一種類もなんか勧めてくださったんですけど、もう一種類の化粧水と乳液けど、なんかこっちの方が良さそうですねって言って、なんかこれ2ヶ月前の効果が出てるんだって。だからこれは2ヶ月前の肌の状態が、2ヶ月前にいろいろケアしたものが今出てるらしいっていうのも知りました。
CM A とか B とか C ってあんまりショールームやらないんですね。どういうこと？ C は C とは。そうでも AKB ビューティーのコスメオールインワンゲルもすごい肌に優しいやつなので皆さんにも使っていただけるかなと。からもうちょっと女子力高めようと思って今回は買ってみました。ちょっと大人になろうと思って。でなんか20代でこういうセットを買う方があまりいないですねって言われて、20代っていうか20歳ですか、なんかまあオールインワンとか買う方もいらっしゃるんですけど、そうでもなんか自分ちょっと気になっちゃったので買いに行きました。なんか薬局とかのにしようかなって思ったんだけど、まあちょっと使ってみようかなと思って、まあ、マスクして汗かいて毎日化粧してたからっていう、すごい迷ったんだけど買ってみました。あとは久しぶりにフランフランに行ったんだけど、もう可愛いのがいっぱいあって何も買わなかったけど、すごいよかった。私化粧品検定の勉強もねしてるって言ってたじゃないですか。だからそういうのも含めてちょっと勉強してみようと思って。ヘアオイルか。私もね今髪切ってさ、もうなんていうの、ほぼバージンヘアみたいな感じなの。ブリーチしてないからもう染めてはいるんだけど、モロッカンオイルみたいなやつめちゃくちゃいいのと、あとアンドハニーのオイルはいいですね。男性はちょっとあれかもしれないけど、アンドハニーはめちゃくちゃいい。爪も変えました。やっとこさ超シンプルだけどもうワントーンにして変えてきました。アンドハニーは甘いかも。蜂蜜の匂い。実家で飲みに飲み切った、実家でやってきた爪をもうやっとこさ変えました。キラキラにしてもらった。なんかパーツとかつけようと思ったんだけど、もういっかと思ってシンプルにしてみました。かわいいね、清潔感がある。短いとキラキラーって感じ。なんかシンプルだとすごい大人っぽく見えるかなと思って、黒とかにもすごいなんか映えると。サワディーかコップンか。サワディーかセルフはねしたことあるんだけど全然下手くそで塗れなくて、黒い T シャツも久しぶりに着た。手足になってく。
中。俳句の日？俳句って何？五七五？取れました。五七五？いきます。この夏は良い思い出を作りたい。どうですか？シンプルすぎ。この夏は良い思い出を作りたい。小学生かって。やめてくれ。じゃあ皆さんも一句どうぞ。わあ、褒めてくれる人とかのこうディスってくる人の違いよ。皆さんも一句どうぞ。はい、季語を入れなきゃいけないらしいですよ。まるちゃんが読みそう。私まるちゃんと思考回路にしようってこと？いいじゃん。夏休み何もできずに終わっちゃう。なるほど。何これ何これ。毎日が暑い暑いね。雷雨来い。なるほど。やだよ雷雨。真面目に考えてる人全然いないじゃないか。季語入れてください。ちゃんと真面目に私を超えてください。夏祭りかき氷食べて難しいよね。でもこんなの小学生の時よくやったんだもんね。俳句すごい。竹馬ありがとう。みんな俳句ご飯食べました。ごめんご飯の話して。お腹空いちゃった。ご飯食べました。今日ねスタバの桃を飲みました。そういえば桃だったよ。ナポリタン焼き鳥いいな。何かわいいチンアナゴ。私一時期めっちゃチンアナゴ好きな時期あったんだよね。しめさばで飲んでる。わあなんかいいですね。大人っぽい。ピザチャーハン。わあ私も今日はチャーハン作ろうかと思ってる。ここが余ってるから同じかなってか。いつも聞くよ。ご飯はレタスチャーハンね。レタスチャーハンでもありだけど。もうキムチずっと残ってるから使っちゃった方がいいよね絶対。ずっとではないけど一
1ヶ月くらい、1ヶ月2ヶ月くらいキムチ残ってる。キムチチャーハンだなこれは。え、キムチってそんなに悪くなるもの？分かんない、見てみる。やばかったらもうさようなら。開けてたらよろしくないか。じゃあさようなら。でもチャーハンの具材はあるから、それにキムチ入れるか入れないかの問題。嘘、そんな賞味期限短い？やばいやばいやばい。火通したら大丈夫だと思ってたけど。ねえ、豚キムチも大好き。美味しいよね。お腹すいたな。アルフォートがもうなくなりました。なくなりました。今日はまだ甘いものしか食べてないな。なんか食べたい。1週間くらい食べてなかった氷砂糖を1個だけ食べます。青と水色どっちが好き？じゃあせーのでいこう。いくよ、せーの、青。お、一緒だ。食べちゃうと怖いからしまった。おー、分かれるね。私は青派です。これリッチミルクじゃない方。うん、味違うね。ASMR みたいじゃない。分かる、薄く感じるかも。これが私の肌に合うといいな。
近づかないで、マイクこっち。アイスある。サクレが残ってる。サクレとあのセブンの練乳いちご氷みたいなやつとゴディバがずっと残ってる。ゴディバ食べよう今日。初めてこんな高いの買ったから大事にする。アメ噛むってすぐ溜まってんの。氷砂糖舐めてても味しないから噛むしかない。サクレの梨気になる。ニュキリンさんの YouTube 見て、これ私がいつも着てるでしょ。見たい。かわいい。ゆきりんさんのキャンディーの衣装。かわいい。かわいい。細っ。ぜひ見てください。私はちょっとね、ちょっとだけ太ったかもしれない。でも私もいつもこのゆきりんさんの衣装を着させていただいております。感謝。アイドル14年目、倍だもんね私の。だってほぼすごい。すごくね。いや、お仕事しててもね、ちょっとだけ太っちゃったから気にしないといけない。ね、日の筋トレああいうのいいね。
みんなが筋トレするなら私もする。一人ではやれない。みんなも痩せたいって思ってるならやりましょう、やりましょうと。みんなは痩せたいって思いますか？やろう。早いな。痩せたいです。おお、いいですね。いや、まあそりゃ細い、まあ細いっていうか筋肉ある人の方がねいいですからね。今日はもう腹筋100回してすごい。でも私腹筋得意なんですよね。腹筋は得意です。実は腹筋できちゃうんです。スクワットとか私お尻が多分苦手なんですよ。お尻とか足系でもランニングとか大事だね。あー腕立て苦手。できるけどそんな何十回も多分できない。腕立てはここの髪の毛になる。運動神経いいってさ、何を含めて運動神経をいいって言ったらいいんだろう。何ができたら運動神経いいんだろう。腕立てとかはできた方がねいいなと思うけど。スポーツ関係でももうさ走るとかもさ、そんなガチ走りとかも多分何年もしてないからさ、3、4年思ったか、2年くらいしてないからさ。でもバスケとか上手にねなりたかったなって思う。あんまり多分バスケできない。逆上がりとかもうねずっとやってない。だからどうだろう、できないのかな。空中で逆上がりってどういうこと？怖ない？どういうことや？球技、バレエとか苦手だった。バレエできない。バレエは絶対ね腕痛くなっちゃって嫌になる。でもサーブとかは得意だったけど、アタックとかできない。これなんだっけ、これが苦手だった。これやると絶対どっか行く確率、10回に10回にって例えば5回に3回くらいは、いや5回に2回くらいはピヨーンって出ちゃった。そうレシーブ、サーブはできるのに、サーブは結構うまかったのにこれだけどっか行っちゃう。なんか泳げない、泳げない私、泳げない。そういう、あーこれも苦手。結局バレエ多分できない。
そう泳げないんですよね。なんか水が怖くて、なんかちっちゃい時に分かんないけどなんか水がトラウマになっちゃって踊れない泳げなくなってる、なってるっていうか泳げないんですよね。水が怖くてなんか泳ごうとも思わなくて、だからあんまりプールの授業とか好きじゃなかった。浮き輪とかに浮いてるのは全然大丈夫けど泳ぎができない。25メートルは泳げる、頑張った。けど50メートルは泳げたのかな、泳げてない気がする。けどもう小学校の時にさ周りでさ泳げる子めっちゃいて、なんかさ小学校の時ってさ帽子の色とかさ線とかがあるんですよ。みんなの時代もそうでした？ごめんねなんかジェネレーションギャップかなんかわかんないけど、そうで私は私の学校の子みんななんかもうめちゃくちゃ泳げて帽子が黒になってて、白から黒になるの帽子が。そうでめちゃくちゃいいじゃんと思って、で私も頑張ろうと思ってもどうしてもいけなくて、そうでなんか10メートル15メートル25メートルみたいななんか感じで増えてくんですよ。赤線とか黒線とかになってくんですけど、そうもう赤線が恥ずかしくてなんかずっと、そう頑張って黒線一本にはした気がする。いやでも多分25メートルしか泳げなかったんだよね。黒線一本になったはず。もう中学はプール多分一回も入ってないかも。だからクロールしかできないですよね。平泳ぎもできないクロールは息継ぎするものでしょ。だって息継ぎできますよ。平泳ぎはね仕組みが分かんない仕組みが分かんない。嘘でしょ、25メートルで息継ぎなしでいけるもの？分かんない。めっちゃ速いじゃんバタ足じゃ。タタタタタタってこと？ね、平泳ぎが一番楽っていうよね。でもその項目の中に平泳ぎもあったんだよね。クロールがクリアできたら次平泳ぎとかだったっけ。なんで泳げなかったんだろうな。そうなんだ、いけるのか25メートル。わかんないけど絶対しなきゃいけないものかと思ってた息継ぎまあでも本当にそんくらい小学校から泳いでないから、なんか私の学生時代の聞きたいことないですか急に
スイミングスクールとか通ってた子多かったかもしれない。好きな給食はなんかね、なんて伝えたらいいか分かんないんだけど、なんかねこういう丸いなんかねお餅みたいななんか食感で中にあんこが入ってるやつが美味しかったんだよね。多分郷土料理かな、分かんないんだけど美味しかった。カレーも好きだったし揚げパンも好きだったし焼きそばも好きだった。全部好きだったと思う。でもサラダとかは結構五平餅じゃないんで五平餅みたいな感じで中にあんこが入ってるの。なんて調べたら出てくるんだろう。ソフト麺も好きだったな。いやごま団子じゃない、ごまついてない。なんて調べたら気に出てくるの、ちょっと気になるから調べる。お餅あんこって出てくるかな、絶対出てこないね。出てきてほしいんだけど絶対出てこない。岐阜給食メニューとか出てこないかな。ごめんちょっと気になって。画質悪すぎて何も見えないわ。そう、なんか美味しかったものがあったんで、あんころ餅、あんころ餅ってさ何、いや違う違う、こんななんかデザートみたいな感じじゃない。なんか焼いてるんだよね、アルミホイルみたいなのに本当に丸いお餅の中にあんこが入ってる。なんかそれがずっと美味しかったんだ。うん、そんな感じ、ずっと言ってるこれ。どんな悪いことした？小学校で悪いことした記憶はないけど、あ、小学校は絶対シャーペンがダメで、けどシャーペン持ってったとか小学校の悪いのは一番やんちゃした時期とかってことかな。これ一番やんちゃした時期は中1秋くらいからかな、中1秋から中2にかけてですかね。友達にヤンキーいます、いますいます。いやもう今は喋ってないけど、まあ当時は普通に友達だったって過去形はあれだけど、友達でヤンキーいました。プリクラ世代ですね。プリクラ1日に4回とか当たり前だったから。そうです。ピアス開けたのは高校生だから、すぐに中学生でピアス開けないけど。うん、8に入って、まあ普通に学校行きづらくなったっていうのもあって学校結構休む時もあった全然。そうでもそっから中2くらいからみんなおなじみのマリアと仲良くなり始めてって感じかな。補導されたことはないけど学校帰りに遊びに行っていろいろ見回りとかあったりして、
いや不登校とかじゃなく普通に休みたい時も休んで行きたい時は行ってって感じでした。いじられたりする、AKB だみたいな感じってことかな。それは卒業式泣く派。中学校はもうマジボロ泣き、全員ボロ泣きだったけど、高校は1ミリたりとも出ませんでした。一番思い出なる先生、なんやかんや言って高校の時の学年主任かしら一番お世話になったかもしれない。学校行ってきますって言って行かないとき、ない、それはない。お母さんちゃんと休むときは今日休みたいって言って休んでたし。あ、でも中3のときに1回だけもう卒業するってなったから学校休みたくて休んだことあったかも。それをマリアと休んで映画見に行ったことあったかも。授業とか何もない日に行かなきゃいけない日があって休んでマリアと。早弁はしたことないな。学年主任に世話になるっていうか、学年主任が私のことめちゃくちゃ好きだったんだよね。もう死ぬほど応援してくれてて。出席日数は余裕で足りました。高校はちょっと一教科だけは良かった。ギリセーフ。服部さん、あと一回休んだらあなた卒業できなかったんだからねっていつも女の人に言われてたかな。もうでも高校は本当に私あんまり勉強した記憶がないです。これは実は購買のパンか。メロンパンよく食べたな。懐かしい。でもなんか本当に今思えばもっと高校生活とか楽しめばよかったなって後悔。マジで今更だけど超後悔。なんかもっと友達とかも作ればよかったって、なんか全然友達いないなと思って。まあそう、ほぼなんだろう、8入ってお休みすることも多かった。いや、メンバーはなんか友達っていうかメンバーだよね。なんかまた違う。なんか、いや、その友達より遠い存在じゃないけど、なんかメンバーって感じ。難しいけど。またなんか別れる。いやでもなんか、そう、なんか最近 TikTok とかでも出てきて、なんか学校の中で可愛いって思える存在になりたいみたいな TikTok が出てきて、まあ確かに私もなんかこれもうちょっと気にしとけばよかったなって思って、なんかもうめっちゃ可愛いあの子ってなりたかったなって、もう後悔。
いや遠くもない、友達より距離が近いからなんかメンバーって感じ。伝わってくれ。でもやっぱ普通に可愛い子がめちゃくちゃいたんだよね。いた、多かった可愛い子が。だからなんかね、そんなになんか私が一番可愛いとこじゃなかったと思う。クラスってか学年に、うん、めっちゃ肌白い子とかもいたし、意外と私って普通なんじゃないかって。いやでも自分の顔普通だと思ってるから。セリちゃんより白い子いた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 、えと思って、めっちゃ白いと思って、すごいさ。しかも私の高校時代ってさ、なんかめちゃくちゃ韓国が入り出した時期だったの多分。もうそれこそ TWICE とかさ、ブラックピンクとかさ、何ですか BTS とか、めちゃくちゃ韓国が流行り出した時期だったから、なんかみんな韓国人っぽくて、ね、流行ってたよね。だから流行りだしたのがもうその時期だから。マリアは高校違う、小学校じゃない、中学校だけ。うん、でも確かになんかすっごい静かに生活してたかも、高校生活。なんか目立つこともなくひっそり生活してたかなって今思えば。わかんない、少女時代とか私たちのなんか前じゃない？今の韓国って言ったらいいの？いや私のだってこれだよ、高校生 G は知ってるけど、そんななんか本気知ってるとかじゃない、こんなんだよ高校生。太ってるな、かわいいかな。
なんか髪巻いちゃいけないって言われてさ、巻かなかったんだけどさ、巻いてる子全然いて巻けばよかった、超後悔。カラコン入れなくてもよかったね。いやでも制服めちゃくちゃいいよね、やっぱ。私だって私のこれ遠足の時、遠足って言ったらいいの、高校の遠足、こんな感じ。卒アル見返さない。幼いね。なんかハロウィンでさ、こうやって頭にリボンつける時代があったんだよ。そう、こんななんかハロウィンで濃い化粧して、うん、言うてまだ2年前、2年3年前くらい。うわ、体育祭とかも懐かしい。体育祭、これ誰か分かんないんだけど、誰のメガホンかも分かんない。体育祭出てた。何やったんだろう体育祭、何出たんだろう。めっちゃでも顔加工されてるわ、眩しそう。髪短い、今くらい。Google フォトに入ってる。 Google フォトに入ってる。全然髪短いじゃん私、制服高校の時全然短い。このうさぎのフィルターがめちゃくちゃ流行ってたんだよね。日村さんだったこれ。そうなんだ。いや、モテないモテない。え、スノーじゃない、なんかなんだっけな、ビューティープラスかなんかだったんだけど、めっちゃ流行ってたの。こんな昔の握手会の浴衣祭りの写真もある。幼い。昔のジッパーの写真とかもある。
いや昔さステージ上からさ自分たちの携帯で写真撮るっていう機会があったんだよ。こんなのある。私の携帯で多分撮ったんだろうね。小田が撮ってる。何ツアーだろうこれ。懐かしい。撮影タイム自分たちが、え、ファンの人も撮ってるんだけど自分たちも撮ってる。自分たちの携帯でステージ上から撮りますっていう。どこのだろうこれ。長野ツアーとかかな。結構どこのツアーでもあったと思う。初期の方メンバーの携帯で写真撮るみたいな、ステージ上にいるメンバーをなんか撮るみたいなあった気がする。なんかホテルに卓球場があってメンバーと卓球したりとかもあったし、懐かしい。こう見ると思い出がいっぱいありますね。ということでちょっともう明日も早くなってしまうので早いのでちょっとこの辺で終わりにしようかなと思います。今日も見てくれてありがとうございました。ランキング読みます。13位、台湾中心アットマークせいちゃんさん、ありがとうございます。12位、台湾中心アットマーク超大盛りなとりどんさん、ありがとうございます。11位、ペロペロチーノさん、ありがとうございます。10位、黒犬アットマーク早く髪切れるといいね、ハイトーンユーナ待ってますさん、ありがとうございます。9位、茨城のダイムアットマークなとりどんさん、ありがとうございます。8位、コバアットマーク群馬ニアさん、ありがとうございます。7位ゆうきさん、ありがとうございます。6位、ワイキアとまあここで一句ゆうなちゃん激カワウインクくださいなーさん、ありがとうございます。5位、レディオスジンヨシさん、ありがとうございます。4位、DK トンからとマークタイのナトリドンさん、ありがとうございます。3位、ロロさん、ありがとうございます。2位、元気くんアットマークナトリドンさん、ありがとうございます。そして1位がフックさんです、ありがとうございました。ということで今日も見てくれてありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさーい。